大丈夫です。めっちゃ食いついてたじゃん。え、ちょっとでか見えてよ。ちょっとだけっすよ。なんかあります？そうだな、じゃあ僕、向井治好きなんで、うん、向井治やってもらっていいですか？わかりました。ビトリさん、頭大丈夫か？お前、向井治やれって言ったの、なんでビトリさんやんだよ。いや、向井治売り切れてんすよ。なんでそのシステム。いや、なんか出さなきゃと思って急いで出したのがビトリさんでした。引き出しクレイジすぎんだろ、おめえよ。他なんかください。さあ、じゃあ、BRF のサムさんやってもらっていいですか？わかりました。トゥルトゥルルルトゥ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 ルラッキー海物語のサムだろそれよ。おいあれすぐ終わんだよ。クソ滑ってんじゃん。クソ滑ってんだよこれマジでよ。ローリングパックローリングパック。そうだな、なんすかそれ。あの次々名前を言ってもらえば次々やるんです。あ、わかりました。じゃあいいですか。小向井美奈子、小向井美奈子、安倍晋三、安倍晋三、萩原流れ、萩原流れ、向井治虫、ビートイズ。なんでだよ、なんでこいつビートイズさんなんで向井治虫毎回よ。売り切れてるんですよ。知らねえよ。ブラックパッチ、何そのさっきランチパックみたいなやつ。ブラックペー寄せに行ってんじゃん。友達よ、あやめそんな激しくねえよ。あやめそんな激しくねえよ。そんな激しくねえよ。見ます？見ましょう。草薙剛。やめとけやめとけ。お前のブラックパック出すな。満足一本満足はじゃねえよ。じゃあ締めて1万円払うか。ありがとうございました。おかげベイベー、パサキです。ショッピーです。おかげベイベー、そうかそうか。おかげベイベーのお送りするショートコントの8連発。お寿司屋さん、ガラガラ。はい、よろしくお客さん。今日はね、生きのいいの入ってますからね。どうした？うん、何から握りましょうか。じゃあ、手握ってください。気持ち悪いな。美容院、いやー髪伸びましたね。すぐ伸びちゃうんすよね。今日どんな感じしますか？じゃあこのままで。何しに来たんだよ。ボクシング、さあ試合も遅めだ。小泉選手いいステップを刻んでいる。おっとジャブが出た。そしてフック出た。さあここで決めに変わるか。必殺をカーン。ストレートだろ。お父さん、お父さん、娘さんを僕にください。君にお父さんと言われる筋合いはない。お前に君と言われる筋合いもない。モノマネ、モノマネでーす。今からさ、俺がモノマネやるから、誰のモノマネやってるか分かってる。あ、いやいやいや、オッケーオッケー。どうも、福山雅治。いや、答え言ってんじゃん。か、いった。ダメだ。うわ、いたでしょ。ダメだ。うわ、これは来たでしょ。うわ、カエルだ。気持ち悪い。トイレ。あー、やべえ、もう漏れそうだな。コンコン、うわ、ここ入ってるよ。コンコン、あ、ここも入ってるよ。ここは、コンコン。どうぞ。どうぞ。ミュージシャン。みんな、今日は俺のために集まってくれてありがとう。いざ、ショッピー、いざ、いざ。次は、いよいよ最後の曲になります。おい、もう最後かよ、もっと聴きてよ。それでは、聴いてください。始まり。僕のチョイス。
だろ。早いよお前、まだ始まったばっかだろ。何や、満員電車で来てるから。ああ、なるほどね。席座れないわけですよ。はいはい、はい、なんかさ、席座るいいなんか方法とかないかね。ああ、なるほど。うん、最近なんか新聞読んでるやつやろ。誰なんか遠くさない読んでんじゃん。畳んで畳んで小さくなってしまうぐらいやったら次の駅で降りるらしい。なるほどね。じゃあそういう人を見つけて、その人の前で立って待ってればいいわけね。そういうことやね。ああ、こんぐらいに折りたたんで読んでるやつ。そんなやつ嫌だろ。そんなやつ嫌だろ。俺に新聞を回されて読んだ。じゃ読んでねえやつ言ったら。普通の客だお前それ。こっちからなんねえよお前。ぐーっと折られてんねえよ。じゃあお前に出したやつ、俺の助けを触ってくるやつは何なんだよ。時間だよお前それ。時間だってね。あいつら降りるかな。お前が降りるから降りねえよ。よかった、終点まで座ってほしいもんな。どんな人正規してんの。ぶちゃる。じゃあお前着物の上がこう上からこうぶら下がってる、こう丸いあれなんだよ。釣り革だよお前。炭火だな。あれ釣り革っていうのお前。釣り革だよ。引っ張ったら上からバーン押し返す。なんでよ。何せるだお前それ。もしもし、あいつらの気持ち、あいつらの気持ち知らねえよ、あいつらの気持ちなんて乗れないみたいな感じなんじゃない。これさ、よし、あいつらの気持ちなんじゃないか。あいつの気持ち、いや、確信犯だよ、乗る気ねえよ、そんな。たまにさ、なんか満員電車でさ、金髪の短髪のさ、すげえなんかゴリゴリの鬼節で押してくるあいつ、何本田圭佑みたいなやつだな、お前それ。あいつかな、こんな俺の妹と言ったんだよ。いや、日本人、体弱いでしょ。だから、自問自答するしかないんですよ。大丈夫かと、準備できてるかと言ってきたんだよ。あまり来ないんだよ。で、その後俺の神戸かけて、ダーンって出てくる。いや、確かにケンタってグッてやるってことお前やられてんの。気持ちいい。いや、それでね。誰だ、お前。松井です。松井もいたの。松井だけです。松井と本田がいるね。じゃあさ、席空いてた場合どうするの。座れや、松井さん。いや、みんなのこと気づくから座れねえよ。まあ、一緒だったらいい加減にしろ。どうもありがとうございました。3年生が退場します。
放送委員の田中です。堀内です。変わります。ああね、続いては2年生女子によるクラス対抗リレーです。2年生女子はこの日のために放課後遅くまで残りバトン練習をしてました。2年生女子は退場してください。はやー逃げてもしないと。いいボケ。あ、スタートしました。1位は A 組、2位は B 組、3位は C 組です。C 組は頑張ってください。あー、ママさん転んだ。ママさん転んだ。ママさんは頑張ってください。皆さん、ママさんに拍手をお願いします。泣いてる泣いてる。ママっていうのは関西弁でうんこっていう意味です。お前それはかわいそう。田中くんがババさんのこと好きみたいです。そんなことはありません。絶対好きです。そんなことはありません。そんなこと言ったら堀内くんはなんでなんで春巻きが好きです。なんだよこれ。本当は放送委員じゃありません。自分の席戻ります。うえ、怒られちゃったじゃねえかよ。マジでマジで怒るんじゃないか。あ、ごめん。ありがとうございました。Thank you.
難波から。寝起き
でジャンプ。
A ブロックから発表していきたいなと思います。とりあえず、僕、ごめん、全然聞こえない、全然聞こえないよ。どうぞ、やめてください。そういう返しできるんですね。わかりました。じゃあ、いっちゃいましょう。A ブロックから発表します。A ブロック、決勝進出者は、36秒。クーポン、はい、前出てきて、前出てきて、クーポン、クーポン、あ、いた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 、はい、クーポンに拍手してあげてください、お願いします。さあ、どうですか、決勝行きましたけど、一言お願いします。あ、僕、大丈夫ですか、僕、クーポンじゃない、じゃあ緊張してるじゃないですか、大丈夫ですか。違うんですよ、僕クーポンって言ってるんですけど、みんなこっちばっかりクーポンって言うんですよ。あ、なるほどね、なるほどね。どうですか、それに対して。そうですね、その通りだと思います。なるほど、わかりました。決勝行きましたけど、準備できてます、大丈夫ですか。いや、そうですね、準備してました。そうですね、もう皆さんやっぱりもう A グループのこと忘れてると思うんでね、こっからもう最初の気持ちでもう一回やりたいと思います。わかりました、思い出させてください、はいはい、ちなみにそのままトップバッターで行ってもらいますか、はいはい、お願いします。じゃあそれでは、クーポン準備に行ってください、お願いします。さあ、こんな感じでどんどん行きます、こんな感じでどんどん行きますよ。続きまして B ブロック発表します。あ、クーポンじゃない、クーポンじゃない、クーポンじゃない、もうこれをね、いちいちやっちゃうとぽいやついっぱい出てくるから大変なんだよ。もしね、決勝行ったらあいつが俺の代わりに出ます。意味わかんないよ。この環境が一番荒れちゃうんですけどね、皆さんついてきてくださいね、よろしくお願いします。ということで B ブロック発表します。よっしゃ、 B ブロック、おー、圧倒的ですね、63秒。土佐兄弟、違う、めっちゃ違う、めっちゃ違う、はい、土佐兄弟前出てきてください、お願いします。はい、拍手ということで、土佐兄弟、一言お願いします、どうですか。いや、もうただただ練習の成果を出すだけです。はい、3分のやつはもう準備できてますか。わかりました、ノーコメントいただきました。ということで、準備しておいてもらいましょう。それでは、土佐兄弟決勝おめでとうございます。さあ、どんどん参りましょう。続きまして、C ブロック、C ブロック誰ですか。あ、少なくない、このままいいか、どんどん行きましょう。じゃあ C ブロック決勝発表します。62票、ゴールデンエイジ、はい、どんどん出てくる、はい、クーポンじゃないです、クーポンの、クーポンの方じゃないです。クーポン、なんでだよ、なんで応援してるんだよ。後ろで悔しがってるんですよ。え、何が、何が、後ろで悔しがってる。全然見えんかった、ごめんな。まず決勝めっちゃ準備してたんすよ。なんで、あ、準備してたの、後ろの準備も、はぁ、怒らないで、なんかやっとく、なんかやっとく、いいっす、あ、いいの、あ、ごめんごめんごめん。アピールでいいですか。じゃあ何、相方はもう名前がジャクソンっていう、はいはいはい、はいはい、そうですね、そうなんですよ、ジャクソンって言います。やる気出せよ。なんなんだよ、今こっちが主役なんだよ。なんで、うんうんじゃない、こういう残し方やめて、押すから押すから、うん、いや、悔しい人の気持ちもやっぱ汲んであげないとって思って。それではご覧いただきましょう、拍手。じゃあそれでは決勝の準備いってください、お願いします。さあ、続きまして D ブロック発表します。なるほど、 D ブロック51票、アリコーダー、前出てきて、あれ、あ、だいぶ奥から、はい、おめでとうございます、おめでとうございます。ということで、はい、ということで、よければ何か一言いただければと思うんですけど、あ、僕、あ、僕から、あ、僕は何もないっすよ、はい、僕たちボケツッコミやってたんですけど、さっきまで決勝逆でやってもいいですか。大丈夫ですか、いいですか。なんで緊張してるんですか。わかりました、期待しましょう。それでは、わかりました、 OK です。しっかりその姿見ときますんで、大丈夫です、笑ってくんなかったらマジ差別したと思う。いや、やめろって、そんなつもりないから。ということで、準備に入ってください、ありがとうございました、拍手。あ、ということで、今、現状 D ブロックを出て、他の、あ、最後の E ブロックを今集計しております。